まずい、このままじゃ入学式に間に合わない。うわあ、もう校門閉まっちゃってるじゃん。結構高いかな。いや、でもいける。よし、このままジャンプ。はあ、着地成功。うん、俺はこの時の感動を多分一生忘れない。眩しい朝日、ハラハラと舞う桜の花びら、その先にそびえる大きな校舎、俺が目指してようやくたどり着いた学び屋、ここがシリウス学園。俺やっと夢の第一歩を踏み出したんだ。どんな生活が待ってるんだろう。うわ、のんきに喜んでる場合じゃなかった。入学式どこでやってるんだ。普通は体育館だよね。体育館どこ。どうしたの。何か面白いものでもあった。大丈夫なら説明を続けるけど。よかった。今は第一体育館で入学式、第二体育館で始業式をやってるからね。校内には教員と俺たちキュアマネージャーしかいないんだ。君はキュアマネージャーといっても特例で免許を取得したばかりだから、この業界に関する知識がないんだったよね。うん、全然構わないよ。ちゃんと教えてあげるから。この世界の誰もが秘めている動物の能力、その力を生かして活躍するアイドルのことをアニドルって呼ぶのは君も知ってるよね。ここはそのアニドルとしてデビューすることを目指す子たちが集まったアニドル養成学園だ。だから基本的に動物の能力が退化、つまり目覚めていないと入学できない。3月に行われるトップオブシリウスっていう公開オーディションに出場して優勝すればデビューへの道が開けることになっていてね。だから生徒たちはみんなそのトップオブシリウス出場を目標に頑張っているんだよ。そう、トーナメントに勝ち抜いた4組だけが本戦に出場できるんだ。で、君にはそんな彼らのサポートをしてもらわなければならないんだけど、実はもうどのグループにつくかは決まってるんだ。うん、今朝申請があったグループでね、メンバーはまだ2人だけどこれから増やすつもりらしいんだよ。そう言ってもらえてよかった。じゃあ君にはこれを渡しておくね。手出して。